炎に包まれた日本航空の旅客機。379人の乗員乗客を乗せ新千歳を出発した便で、羽田空港の滑走路に着陸した際、海上保安庁の航空機と衝突しました。1月2日に起きた事故。帰省客が多く、小さい子供や赤ちゃんも乗っていました。日本航空の旅客機からは全員が脱出。一方、海上保安庁の航空機は乗っていた6人のうち5人が死亡しました。そのうちの1人、立脇渉さんは10年ほど前まで小樽海上保安部に所属していました。当時の上司は、明るくて素直でですね、立脇も当時25、6ですかね、若くてよくね、潜水士とコミュニケーションと図ってですね、まあ一緒に仕事してましたですよ。39ですから、もう油乗り切ってね、これからまあやっぱり海上保安庁をまあ背負っていこうとするですね、まあそういうもう立場でしょうからね、非常にまあ期待してましたしね、だからそれは非常にまあまあ悔しいというかですね、まあ残念ですよね、本当ね。こちらは今朝の新千歳空港。支給された毛布などをかけて床で休んでいます。新千歳空港では羽田便が欠航になった人や、到着が今日未明までずれ込んだ影響で移動できなかった人などおよそ200人が一夜を明かしました。全日空ではこのように欠航便専用カウンターができています。変更手続きをする方で長い列ができています。事故から3日目の今日も、新千歳と羽田を結ぶ16便の欠航がすでに決まっています。 U ターンラッシュと重なり、全日空、日本航空ともに羽田便は終日満席です。今日はプロレス 1.4 を見に行こうと思って、大阪まで行って行くとかいろいろ今考えてます。プロレス間に合いそうですか？最後の内藤さんの試合には間に合えばいいかなと思ってるんで。ディズニーとライブに行く予定だったんですけどライブは間に合いそうです。ライブ明後日なんですけど、なんか結構の今日探してみたら9日まで空席がない状態で。予約状況を示すモニターです。×の文字が並んでいますが、東京までの席は朝から全ての列車で満席だということです。移動手段を鉄道に変更して東京方面に向かう人たちも。北海道新幹線も昨日から終日満席が続いています。札幌から来て、で東京チケット取れなかったので、のホテル取ったので そこで一泊して、明日の朝の新幹線で東京に戻ろう。新函館北斗駅へ向かう臨時特急に次々と人が乗り込んでいきます。大きなスーツケースを持った人もいますね。飛行機から新幹線に変更した客を乗せる臨時の特急列車。 JR 北海道は午後7時過ぎに新函館北斗駅を出発する臨時の新幹線を昨日に続いて運行することを決めました。10両のうち8両は自由席で、指定席の予約がなくても乗ることができるということです。